団体の日本会議から森友問題に関する文書書き換えについての日本会議の立場と題するファックスが DHC テレビジョンに届きましたその内容をお伝えします森友学園問題に関連し財務省の決裁文書から日本会議に関連する記述が削除されたことが問題となり日本会議が疑惑の過中にいるかのような報道が散見されるかかる報道は事実と異なり極めて遺憾であるそもそも財務省が 決裁文書の学校法人森友学園の概要等の説明箇所に籠池理事長、過去当時が関与している団体として日本会議及び日本会議国会議員懇談会を記述したこと自体的外れなものであり事実から大きく逸脱している。 なぜなら籠池氏はかつて日本会議の会員であったものの平成23年1月に日本会議の年度回避が切れたことを契機として自ら事務局に退会を申し出て今日に至っているこの事実は昨年え昨春すでに新聞等で報道されているところであるしかし籠池氏は日本会議を退会しているにもかかわらず日本会議大阪代表運営委員との 虚偽の役職を掲載した名刺を財務省関係者に配布していたそのことが今般の財務省の決裁文書の誤った技術へと直結したことは明白である籠池氏と今回の関係は7年前に消滅しているしたがって今回の財務省の決裁文書の書き換え問題に関し 日本会議に疑惑の目を向けられる言われるわはない日本会議では昨春森友学園問題が浮上して以来学校設立や国有地払い下げ交渉について便宜を図るなどの一切の関与がないことを表明してきた今回の報道内容に鑑み改めて今回の立場を表明するものであるわせて財務省の決裁文書に日本会議に関連する事項がなぜ掲載されたのか また、国会に開示する段階で、なぜ削除されたのか。依然不透明な部分が多く、一日も早い真相究明を求めるという。うん、以上、全文をご紹介いたしました。うん、そうですね。ファックスの原文ですね。はい、あのー、<っ>なんかね、まあ、面白いって言ったら悪いんですけど。はい、あのー、このね、えっと、火曜日の虎ノ門ニュースで、はい、えっと、和田さんが、あ、の、和田政宗参議院議員が。<っ>あのー、出られましたよね。はい あの時にあの共同通信の記事をね一本あの読んでらっしゃったんだけどもそこでもそのえと例えば昭恵さんの名前とかあと政治家えと河野池さんとかえと平沼さんとかうんそういう人の鳩山邦夫さんとかの名前の部分が削除されていましたなんかそれだけ読むと本当にその人たちがなんか何かしたのっていうふうに思うじゃないですかですからこの文書そのものを読んでない人からするとそのニュースのそこだけ聞くとねあやっぱりなんか関与してたんだけどそれを削除した でかよ、はい、その一連のこととして日本会議っていう名称もなんかある新聞ではその日本会議もっていうふうな見出しになっててなんか日本会議っていうのが出てきたらね特にそういう佐伯系の人にしてみれば、はい、ああのなんか。 要するにこう秘密結社かみたいな感じでフリーメーソンかみたいな <laughs> そうじゃないでしょうとつまりそういうふうにね日本会議そのものも実態と全然違う形に悪魔化されてきたこういうことがあってかつしかもこれひどいですよ。この要するに籠池さんは まあ、2003年の1月にその日本会議を大会しているにもかかわらず、その後名刺を持って歩いてたってわけでしょう。日本会議大阪代表運営委員と、自分自身で大会申し出て起きながらってことですよね。起きながら、うん、でそのその後ですよ。その後こういう名刺を要するに配布してるわけですよ。うん、で、日本会議大阪代表っていうなんかこういかにも紛らわしいけれども、でもこれは日本会議だと誤認させるようなね、うん、名刺配。 これはもう完全に詐欺師のやり口ですよだからその今容疑者だから詐欺師っていうふうに言うのはあの適当でないとか言う人いるけどだってこれ完全に詐欺じゃないですかそういうのはだからそういうことをした人が言ったことその人が言ったことを丸々信じちゃいましたっていうつまり文書の内容なのに。えー あたかもその,その人たちの名前が出てた部分が削除されましたっていうとねうん全然違う,う,、えー、う認識を植え付けちゃうんですよそれでこの問題ちょっともう一回あの関連するニュースを、ね、ちょっと読んでいただきたいんですけど一方で、えー、産経新聞の記事の概要をお伝えします産経新聞社と FNN が10日と11日に行った合同世論調査で自民党総裁選出馬が取り沙汰される5人を選択肢として挙げ。 次期総理にふさわしい自民党議員を訪ねたところ安倍総理が30.0%とトップを維持したものの1月に行った前回調査の31.7%からは減りました一方、石破茂元幹事長は28.6%となり前回の20.6%から8.0ポイント増やした形です以下、岸田文雄政調会長の9.7% 河野太郎外務大臣の5.8%そして野田聖子総務大臣5.2%という結果が出ました年代別に見ると安倍総理は40代以下の層が前回の34.1%から38.9%に増加する一方で50代以降が29.6%から22.4%に減りました石破氏は全世代で支持を伸ばしましたが自民党支持層で見る限り安倍総理は56.2% 石橋はという結果が出ております石橋さんよかったですねだは今回のことでも、まあ、非常にそのいやらしい言い方をしてるけれども私はね数だってこれ別に石橋さんが絵を描いてるとは思いませんよ。だけど、ええ あのまあ朝日新聞がもう明らかにその 1, 月、えー、と1月の段階年明けてすぐにもうすでにえと自民党の総裁選に向けたシリーズ企画を組んでましたからねで毎回、毎回その候補者となるであろう人を一人一人取り上げて分析してたけど石破さんについては非常に好意的だったねだから今のところ石破推しなんですよ。 でも以前この番組で申し上げたように石破さんが大阪でパーティーやりました1000人ぐらい人が集まりましたみたいなのをわざわざこのぐらいの囲み記事で取り扱ったりとかいろいろありますよだから石破さんをしたいんでしょ。 うん、しかしね、石破さんもそれで、まあ、あたかもそれに呼応するかのように、ねはい、常に何かあると、うん、政権に対して、まあ、後ろから弾を打つようなコメントばっかり出すんだけど残念ながら、ね、やっぱり今の国際情勢の中で、えー、石破さんを、まあ、じゃあ次の総裁にというふうに。うん 望む人ってのは本当はどのぐらいいるんだろうかっていうところは疑問なんですねあ<ー>であのこの調査も、ねまあはい、石破さんが確かに28.6%ということで高いんですけど年代別に見るとその、まあ、40代以下の層はむしろ増えてんですね安倍さんに対する支持が40%近い人がまあ安倍総理を支持していると、えー、で前回の調査34.1から38.9に増えている。はい しかし50代以降の層が29.6元々3割弱だったものが22%まで減ってるんですよねまあ50代以上の人っていうのは私もそうなんですけどねでね自民党の支持層で見ると安倍総理が56.2石破さんは18.9ですからねやっぱりまあ自民党のこれ総裁選だから自民党員しかあのまあ関係ない話なんだけれども まあそんなに今のところまだねえっと石破待望論みたいなものが強いわけではないただね聞くところによるとまあその女性の党員なんかを中心に若干その安倍さんがもう長いから秋が来てるっていう言い方をする人がいるんですよでもねそういうことでやっぱり日本国総理を決めてしまうことなのでねちょっと自民党の人たちにもお願いしたいのは。 そんなこと言ったらドイツのメルケルさんとかどう,るかどうなるんですかって話なのよ。<え> <laughs> ですからね、まあ、ねあの私は自民党員じゃないけども<え>今のこの顔ぶれの中では、まあ、安倍さんでしょうねというふうに思う人間ですよ、はっきり言って。だけど、それは、ね、別にその安倍総理個人的にどうこうというよりも。<え> やっぱり非常に外交的には今厳しい局面ですからね、はい、その中でというところがありますね、はい、それからもう1つはねやっぱり大きく違うのは経済政策ですよ、はい、アベノミクスのことをないろいろ文句言う人がいるけれど、はい、でも経済指標いろんな指標を見れば、はい、やっぱり、まあ、民主党から安倍政権になって、はい あの大きく株価から何からねやっぱ変わってきてるわけですよ雇用環境だってすごく良くなっているしまあ先進国でもこれだけねその失業率の低い国ってのはないんですよだけど石破さんはやっぱり経済政策の点ではももののすすごくやっぱり危ういものを感じますよねこれはこの番組で結構常念さんとかが強く言ってらっしゃると思うんだけれども。 まあはっきり言って私は経済については別に専門家じゃないが私が見てもえ大丈夫っていう感じはありますねそれから石破さんは地方創生担当大臣をおやりになっていたし一生懸命その地方を歩いてらして地方党員の,そのまあおそらく支持をね集めようとしてるんですよで地方地方って言ってて日本は地方からだっていうね本もお出しになっている。 え違ううんじゃないいのっていうでそれはねそれについては結構詳しい論文をあの常連さん書いてらっしゃるんですけどね、えーえー、まあですからここではあんまり詳しく言及しませんが、うん、まあ何よりもですよ、はい、石破さんの地元の鳥取県どうなってますかっていうことを聞きたいですねあのもちろんそこに利益誘導しろって話じゃないんだけれども、えー、じゃあねご自身の足元はどうなってんですかっていうことなんですよ、はいえー、残念なながらあ,のあまりねそのなんかこう 経済振興しているということは言えないんですね。えー、ですから、そういう点でも、<ー>まあ、石破さんはね、その、まあ、あの、おそらく。もし、もし石破さんが首相になるようなことがあったら。また、やっぱり財務省の、うん、コントロールの元に。財務省的、経済政策に行きますよ。えー、間違いないですよ。うん、増税もね。はい。予定通り。増税予定通り。ね、はい。増税予定通りだし、えー、やっぱりその緊縮、的になっていくと思いますよ。ああ、えー。は ですから、そこはね、あの、そこがやっぱり安倍総理とは大きく違うところだと思いますね。鳥取県水木茂げの妖怪検定は独自職出して。そう、そう、ね、そう、えー、そう。だけどね、その、あれなんですよ、この、だから石破さんはね、すごくやっぱり。ご自身のこの総裁選に向けてのいろんな、ことを考えてるから。うんはい、田中角栄の、その、自分はけ、あの、まあ、あー、系譜を継ぐものだってことはすごく。アピールしてるんだけど、田中角栄から、まあ、選挙に出ろって言われたから。えー。 でも,でもそのよう,うにはまず見えないその割には鳥取アピールはちょっと足りないっていうか足りないったん怖い気がしますねで、まあ、田中角栄的政治が全ていいとは言いませんけれど、うん、でもそこは全然あのちょっとタイプの違う政治家ですよ。えー、ねえ。あの特に田中 まあ人気っていうのかなそういうことで、えー、えと総理まで上り詰めた人でしょ人心昇悪の非常に上手な人だし、うんえー、みんながやっぱり田中さんをお好きだったわけですね。はいはいえー 前から見てもどうも石破さんは全然似通ってないしね。社会党の議員にまで。うん。そうです。疲れ疲れて惚られちゃったところ。そうなんですよね。まあそれちょっとやり方にいろいろ問題のある面はありましたけれども、やっぱり金県政治だったね。だけどそれにしても石破さんはそういうタイプじゃないし。そうですね。そこはだからまあそこはちょっと違いますよねだけど今回のことはあの。 まあ非常にこのメディアが要するに安倍参戦を阻止したい、えー、そしてやっぱりこの憲法改正を何度かやっぱりやめさせたい。えー、この流れと石破推しっていうのはやっぱりあの合致してますよ。タイミングがね。うん、で石破さんは今はね、うん、えっと憲法九条二項削除というような案をずっと推してきて、まあここに来てちょっと下げてますけど、はい、要するにそういうこと言ってるけど。えー 仮に石破さんが首相になったりその自民党総裁になったら、うんええ、憲法改正はやらないと思う私はうんこれほどマスコミにかさ上げされて、ええ、マスコミの顔色を見る人が憲法改正ができるわけがないですそうなったら、うん、もう本当にやるやる詐欺ですねはい、ええ、今は自分が要するにその安倍さんのカウンターだから言えるんですよ、ええええ、やれません絶対、うん だから出せる会見いうまたねで前申し上げたようにそそそううの麻生さんが言ったね要するに明智光秀これは石原伸晃さんのことを言ったように見えたけどまあ実際にはね必ず政権が弱くなったら必ず政権おろしをやる人ですから第一次安倍政権の時もそうだったし麻生政権の時もそうだったですからそういう癖のある人だからねやっぱり明智光秀。 一人のこと指してたんじゃなく、本当には芝、はい、さんのこと指してたとしたら、う本当、ゾッとしますけど、ね、まあだから今のいろんな問題は、そういう自民党の中の戦争と非常に深く絡んでる、リンクしてる問題。